え、待って、お腹の中に入ってしまうで、何ちょっと待って、怖いこと言ってる、怖い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 。じゃあ、サッカーを断片的に知らない僕が聞くんですけども、なんかゴールの前にさ、選手が並んで、なんか手をさ、股間に当ててみんな一列並んでんじゃん。あれ何やってんの？あれは何かの儀式なん？なんか5、6人かわかんないけどさ、並んでんじゃん。あれはなんで？なんでみんなそこに手を置いてんの？あれすごい謎なんだよね。儀式ね。あれ何？そういう立ち振る舞い的な。うん。守っている。でもさ、あ、いいこと考えた。そしたらさ、その手で守ってるんですよ。そこにボールやってたらさ、こう、あ、手、お前手触ったって。え、ここ股間に手当てといたらハンドとやらにはならないの？え、ここ、そこはいいの？わざとそこさ、バーンって狙ってさ、はい、お前、はい、触った。はい、手で触ったーって。外道サッカー。そこ狙う前にゴール狙う。理解。いや、だって分からんからね。スポーツマンシップって言葉ご存知？生きるか死ぬかの世界なんだよ、こっちはよ。男同士なら痛さがわかるから、わざと寝れないよ。そっか、痛いのか。頑張れ。デスゲーム。笑い事ちゃうんです。そっか、もう痛いのか。なに、コメントのみんな団結し始まってんじゃん。当てられたら全員集まって慰める。マジでそんなに？頑張ってどうにかなる痛みじゃないよ。お腹下した時とどっちが痛い？お腹下した時も結構痛いと思うんだよ。うん。比べるな。ライン、ありがとう。下手したら死ぬ。あ、そうか、みんなは痛みがわかるんだな。数百代体。ねえ、腰トントンせなあかんっていうな。腰トントンして何が変わる？腰が違う。だってダメージを受けてんの前じゃん。後ろをトントンしてやる。な、何？なんか変わんの？腰トントン。よくわかんないんだけどさ、何？だって前じゃん、痛いのって。多分気休め戻ってくるじゃん。言ってんの？どこに行っちゃってんの？
気持ち和らぐんだよ。上がる。雑談ないよ。なんとかならんかったの。どうにもならんかったらしい。いやだって骨があるじゃん。骨？骨？え、待って、お腹の中に入ってしまうで、ぶなに、ちょっと待って、怖いこと言ってる、怖い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 、どっか行っちゃってる。え、待って、どういうこと。待って、どこに行っちゃうの。え、怖い。骨貫通すんの？本当に体内に入るって。なん、骨ないの？骨。わからん。不思議だね、人の体って。やめて、足の力抜けるって。痛がってる人がいる。不思議だな。なんでそんな大事なものを体の外に出しちゃったんだろうね。しまっときゃいいのに。でも生理痛のが痛いらしいよ。いや、痛みは人それぞれだからな。それはそうだ。みんな納得してんじゃん。知るかとか、本当にな、とか。冷やすの？じゃあもうクーラーでもつけとけよ。いや、なんかわかんないな、もう。冷却装置つけとけよ、もう。体温で熱いってどういうことよ。パソコンのさ、なんだっけ、あの水冷クーラーみたいなのつけとけよ。いやー、恐ろしいな。